バベル裁判所。2016年10月、中国において日本人男性が死刑に処された。なぜ男は捕まったのか？なぜ男は異国の地で死ななければならなかったのか？その原因となる事件とともに、中国の死刑においての最後の一日を紹介していこう。金が欲しくないか？頼みたい仕事があるんだ。あ、なんだあんた。このホームレスの名は小村。ダンボールという根城でひとときの安息を得ようとしたとき、利根橋というこわもての男に声をかけられた。小村がホームレスをしていた理由はシンプルだ。事業に失敗し多額の借金を背負ったからである。報酬は30万。中国からあるものを運んでほしい。もちろんやってくれるよね。30万という大金、喉から手が出るほど欲しい。しかしどう考えてもやばい匂いがする。結局断ることなどできるはずもなく、小村は中国へ渡った。中身は大したものじゃないね。心配するな。前に捕まったやつは書類送検程度で済んでいる。逆に1年くらいだったら刑務所にいた方が今よりいい暮らしができるんじゃないか。確かに。あとは日本に戻って金をもらうだけ。いよいよ関税だ。頼む、バレるなよ。バレてくれるなよ。ここさえ通過してしまえば仕事は終わったも同然。列が進むたびに心臓の音が監査官に聞こえるのではないかと不安になってくる。しかし願いは虚しく。一体何をしたのか分かっているのか。やめろ。何をするんだ。覚醒剤、そんなの知らない。関税で物を運ぼうとしていたことがバレ、通報されてしまった。駆けつけてきた武装警察はまるで重大犯罪が起こったかのような剣幕だった。小村たちが運ばされていた物、それは4キロ相当の覚醒剤だった。中国語だから何言ってるか全然わからん。でもシャブを運んだだけ。それも俺は知らなかったんだ。大した罪にはならないだろう。そう高をくくっていた小村に思いもよらぬ判決が下された。その罪状とは。小村さん、あなたには死刑判決が下されました。死刑だって、まさか。薬物を運んだだけだぞ。小村は知らなかった。中国が違法薬物に対し厳しい態度で臨んでいることを。確かに日本の法律なら10年以下の懲役で執行猶予がつく可能性もある。しかし小村がやらかしたのは中国。過去にアヘンが原因で国がひっくり返った苦い経験から、中国では他国では考えられないほどの厳罰を課している。そのため 50g 以上の違法薬物を売買した場合、国籍問わず死刑と定められているのである。小村は当然控訴するも、お前は覚醒剤を密売した、罪を認めろ。味方であるはずの弁護士に罪を認めるよう迫られ、仲間の運び屋に小村が主犯だと証言されてしまう。違う、俺は騙されたんだ。判決は覆ることはなく、小村の死刑は確定した。俺はこんなところで死ぬのか。嫌だ。誰かを殺したわけでも傷つけたわけでもない。それでも命を差し出さなければならないほどの罪なのか。小村はあまりの理不尽に身を震わせることしかできなかった。それから数年の月日が経ち、日本に帰りたい。死にたくない。47番、部屋の隅に行くな。姿が見える場所にいろ。中国語も少しは覚え、いつ死刑執行の日が来るのかと怯える毎日だった。ある日血液検査をすると言われ、某から出される。血液検査だって今まで一度だってなかったのに。中国では死刑が執行された後、その遺体の臓器を移植に使っていた。つまり血液検査されるということは執行日が確定したということであった。死刑囚の臓器を移植に使うことはさすがに国内外から疑問視する声が多く、2015年に廃止されたことになっている。そんなこととは知る由もなかった小村だったが、さすがに状況を理解せざるを得ない事態に陥る。1週間前、やめろ、話せ。おとなしくしろ。突然数人の刑務官が官房に入ってきて、ベッドくらいの板に縛り付けられたのだ。小村は悟る。いよいよ死刑が執行されるのだと。24時間前、こうなると食事もままならないので世話係がつく。落ち着きなしゃれ、食べんと体に毒づい。この J1 という男が小村の世話係になった。
た。この板の尻のところに穴が開いており、恥ずかしがらんでもいい。尊厳が全て奪われた死刑囚は葛死人と呼ばれる。20時間前、死刑執行前日の夜。私もんはこれで全部かの？はい、お願いします。小村は J1 に頼み、自分の私物を他の囚人に譲り渡した。全て中国で手に入れたものだったため、未練などなかった。15時間前、そして最後の夕食。必ずではないが、最後の晩餐がある場合がある。こんなもんより日本食を食わせてくれよ。こんな。しかし何か要望を聞かれるわけでもなく、出されたのはマクドナルドのハンバーガーだった。14時間前、刑務官から死刑時に着ていたい服はないかと問われたが、小村は日本から着てきた自分の服を着ることを望んだ。それはゴミ捨て場に捨ててあったボロの背広。それでも最後に一つくらいは日本のものを身につけていたかった。6時間前、さあこれを首にかけろ、さっさと来るんだ。その時は突然訪れた。入ってきた数人の刑務官は有無を言わさず小村を連れ出す。なぜか麻薬密売と中国語で書かれた掛け札がかけられた。6時間前、刑務所の外に出ると、ヤジ馬とマスコミのカメラが小村を捉えていた。なんだこの騒ぎは。中国では刑場に連行されるところを中継することがある。当局が犯罪抑止には死刑が最も効果的と考えており、首の掛け札も何の罪で死刑になるか見せしめるためであった。5時間前、異国の地でまるで見せ物のように殺されていくんだ。そう思ったら感情が涙とともに溢れ出してきた。本来中国人であれば死刑執行の直前に最後の面会が許されている。その際の映像を見ていただこう。5時間前、いやだ、降ろしてくれ。しかしここには小村を案じてくれる人は誰一人としていなかった。どれだけ泣こうがわめこうが、国家権力は決して恩情を与えてくれることはない。車のドアは無情にも閉じられていた。小村を乗せた車は街中を走る。驚くべきことだが、中国では2000年代まで公開処刑が行われていた。さらに文字通り晒し物にするためのパレードが行われていたという。しかし北京オリンピック開催を機に廃止されている。2時間前、そしてとうとう競馬についてしまった。いやだ、やめてくれ、俺は騙されただけなんだ。黙れ。そこは競馬とは言えないようなただの山の中。小村は銃殺刑に処されることになった。中国の死刑方法は2つ。銃殺刑の場合は陸軍の憲兵が担当する。もう一つは虐殺刑。その場合は死刑執行者と呼ばれる専用車の中で行われる。死刑が円滑に行えるような設備が完備されている。15秒前。いやだ、知りたくない。構え。俺は預かったものを持ってただけだ。騙されたんだ。俺は悪くない。撃て。知りたくない。こうして小村の死刑は執行された。
このことは領事館ルートを通じ日本政府に通告された。記者会見において中国当局の報道局長は、薬物犯罪は国際社会が認める重大犯罪、これからも厳正に対処していくと中国の違法薬物に対する姿勢を改めて示した。中国との国交が正常化して50年、これまで7名の日本人が中国で死刑を執行された。現在中国の刑務所に収監されている日本人は40名以上、その中には死刑執行の日を控えている死刑囚もいる。中国において死刑執行は機密扱いであり、日本人が麻薬の密売で秘密裏に死刑になった実際の事件で、この物語のように殺害されたかは定かではない。しかし今回紹介した物語はわずかに公開されている断片的な情報をつなぎ合わせたものなので確かである。日本では大した罪ではないことでも国をまたげば極刑すらあり得ることを覚えておいてほしい。中国の死刑制度や死刑の流れをどう思いますか？コメントで教えてください。次回の動画はなんと飛行機がハイジャックに遭う、そこでさらに急病人が出て大パニック、太平洋上を飛ぶ飛行機の中で起こった犯罪、一体裁くのはどこの国なのか、そしてあの男が再び笠桐先生の前に現れる。次回もお楽しみに。チャンネル登録をして見逃さないように。